2月14日水曜日、バレンタインの日ですね。で、20時から21時57分です。MBS 毎日放送4チャンネルなんですけど、これね、2月16日の金曜日から、アニメのハイキューというアニメの劇場版のですね、劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦っていうのが全国公開するみたいなんです。で、その劇場版の公開記念特番として、一期の総集編である、終わりと始まりっていうのを地上波で初放送するみたいなんですよ。で、その地上波初放送スペシャルということで、副音声にですね、だから出演はしない、声だけの出演、副音声で、配球の大ファンである阪神タイガースの青柳晃洋選手と村上頌樹選手。すごいよね、この二人、ビッグな二人が、配球の熱い作品を語ってくれるそうです。2月14日、金曜日、